タンクマ北見生3代目主人のクリスでございます。今日は宇治の酒蒸しを作ってみたいと思います。それではまずは宇治ですね。これ一塩した宇治です。鱗付きです。骨は外してありますので、頭のところにちょっとヒレを入れまして、ヒレの形が崩れないようね、ここに骨があったんですけども、中骨の細かい骨も全部取り除いてあります。グジは浜で塩をするものと、我々が、厨房でさばいてから塩をするものとあります。でこれはさばいてから塩をしたものです。で、だいたい全体の 3% ぐらいの塩をします。そして1時間以上置いたものがこれになります。その塩されるのというのはどういった理由があるんですか？塩を回した方がですね、肉質がちょっと安定するといいますか、しっかりします。で、塩を回すことによって、少し水分が出ますので、中の旨味の濃度が濃くなりますね。まあ、今切り分けて、まあ、こういうふうな大きさで今日は酒蒸しにしますので、これを使います。で、こちらの方ももう一切れ切っておきますね。鱗ごと切りますので、出刃包丁でしっかり鱗も切ってしまうという形ですね。こういう形で、切ります。熱湯を用意します。この熱湯の中に、このグジの切り身を入れまして、霜降りという、ね、作業に入ります。で霜降りをするときは必ず、この横に氷水を用意して、この鱗がさーっと浮き上がってきます。浮き上がってきたらすぐに氷水に入れると、そういう作業ですね。それでは行きます。熱湯の中にガバッとつけまして、鱗が浮き上がってきました。こうですね、浮き上がってきたら氷水に入れます。でこういうふうにすると、表面の生臭い部分ですね、それから、まあ血のついている部分が裏側にありますけども、それも全部取れます。そしてここで、氷水でよく冷やしてからこの鱗を外していきます。氷水で冷やすことによってこのゼラチン質が固まりますので、この表面の皮目のところがきれいに残ります。この途中からはもう触れませんので、ここできれいに洗い流して、もう一度水で洗っていきます。流水で流して、こういう状態になりますね。先ほど鱗をついてた状態と色があまり変わらないですね、ここの濃い色のところと手前の真ん中のピンク色のところ、それから手前の黄色い色のところですね、こういう色合いがグジの色合いなので、これをちゃんと残した状態で料理をしていかないと、綺麗な料理にはなりません。最初から鱗を取っておくっていうのとは全く違うものなんですか？身が柔らかい魚なんですね。で鱗履きみたいに鯛の鱗を取るように無理やり剥がしてしまうと身が傷んでしまうんですね。ですからすき引きっていう取り方をするんですね、はい、そうすると包丁、よく切れる包丁で鱗だけをこうすいていくのをすき引きっていうんですけど、表面の赤いところとか黄色いところ全部取れてしまうんです。で、マッチロケになっちゃうんですね。白い魚じゃないはずなのに、白い皮のところだけしか残らないんですよ、それするとね。だから、まあ鱗はつけておいて焼く時もそのまま焼きます。それから
今のように、さっと熱湯をくぐらせると鱗がパッと立ちますので、それを目安に氷水で冷やすときれいに皮目が残るんですね。そうすると非常にきれいな焼き上がりになります。流し箱に、昆布を入れてその上に、この宇治の身を入れます。さあここに、お出汁を作って、入れていきます。お出汁はカツオと昆布の一番出汁、それにお酒を加えます。まあこれ目分量でだいたい1割ぐらいですね。お出汁の1割ぐらいを入れて、それから火をつけて、ここに調味料、塩と薄口醤油入れます。まあ具地が一塩してありますので、あんまりここで塩をきつくしないように気をつけてください。それから薄口醤油も塩分が結構強いので、あまりたくさん入れないで、ここでは少し控えめに入れておきます。でこれで、今ちょうどいい味になってますので、この熱々のものを流し管の中にですね入れます。入れていきます。全部無事の身がですね、このお出汁の下に入り込んでいく状態、もう出汁の中に浸かっている状態を作ります。巻き酢ですね、それから水滴が入らないようにペーパーを1枚、もう1枚巻き酢、これで、でこれをこのままですね、蒸し器の中に入れるわけですけど、これで OK ですね。蒸し器の中に蒸気がまだ充満してないですね。完全にこう充満すると、ここから蒸気が出てきますから、そういうふうになってからですね、12分加熱します。そこで、一度出してですね、次の食材を入れます。で今日はこれに合わせるのは、お豆腐と湯葉とそして、椎茸を合わせます。おいしいスープの味を吸い込んでくれるものがいいですね。だからお豆腐なんかはお鍋によく入れるのは、鍋のうまみが出たスープ、それをお豆腐が吸ってるから、そのお豆腐食べた時においしいんですよね。湯葉もそうです。だからそういうふうなものを入れる。最初からね、一緒に入れると火が入りすぎるんですね。ですから、こういうものはもう3分ほど加熱すれば、十分食べられる状態になりますから、今12分やってる間にですね、これをこう飾り包丁を入れたりとか、湯葉をちょっと畳んでね、まあ、今日は軸三つ葉で、結んで、ありますけども、まあ別に結ばなくてもいいんですよ。まあ料理屋ですから、できるだけこれを入れた時に広がってね、わーっと不細工な形にならないように、結んでおこうかということですよね。今回ワカサグジをご使用されていると思うんですけど、はい、これご家庭とかでやる場合、はい、普通のアマダイとかで、作る、そうですね、まあ、他の種類の魚でいうと、キンメダイとか、それから、ノドグロですか。ノドグロって一般的に言われているのは、赤ムツですかね。そういうふうな魚でも美味しくできます。必ず一塩をしてください。塩をまず回して、1時間ほど置く、これがポイントですね。この酒蒸しを作る前のね、こういうふうに、沸
副材料を入れまして、またもう一度こちらに戻します。そして3分間もう一度蒸しますね。このクッキングシートを巻きすで挟んでいるのは、落ちないためと飛ばないためですか？まあ、今これは普通の蒸し器でやってますので飛ぶことはないんですけども、スチームコンベクションオーブンって風が出るんですね、はい、そうすると上に乗せたペーパーがパーッと飛んでやるんですね。そうすると蒸気の水分がこの出汁の中に入ってしまいます。ですから2枚重ねでやってるのはそういう意味なんですね。まあ、扱いが2枚重ねの方が手が熱くないんでそういうふうな、もう自分のわがままですけどでもやっぱりね、そういうふうなことも一つやっといた方がいいのかな。上がりにですね、この柑橘の絞り汁ですね、すだち、すだちなんかは、どんな切り方でもいいんですけどね、ちょっとこう、はす切りにして、変化を持たせると絞りやすいですね。種をこう取っておきまして、これをまたこう重ねるわけですね。こう丸ポポンと出てきたみたいに見えますけども、スッと取ったらこう半分になっているという、ね、乾かないですよね、興奮すると。今日の動画を楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。これも一度お湯で温めてほしいと思いますけどね、軽くこの中に少しだけ入れておけば温まりますので。今もね、あんまりこうふにゃふにゃになってない、短時間しか蒸してませんので、お豆腐なんかはね、ちょっとこうちょうどお豆腐サイズのこういうふうな器具を使ったんですね。それお豆腐用の道具なんですか？お豆腐でもないんですけど、ちょっと小さいワンダネをね入れるときにこういうのを使うと使いやすいです。でさっとこう熱々の器になったものを昆布をうまく利用しましてですね、昆布ごとこう入れるんですね。そうすると乱れないんです、お豆腐ですね。お豆腐はこれが一番いいですね。どこに盛り付けるかとかいうのは好みですけどね。さあ、このスープをですね、一度こします。ペーパーでざーっとこしていきます。そのまま使われずにこすのはどういった理由があるんですか？これね、少し蒸した時に先ほど私ちゃんと取りましたけどね、鱗、まだ細かいのがね残ってるんですよ。もうこの中にすでに鱗残ってます、ちっちゃいの。本当ですね。こういうのはちょっともう手先では確認できない部分なんで、こういうのはこういうやっぱりね、こし器を使ってきちっとこしてですね、そして改めて味見をします。でここで塩分がもう少し欲しいかなというところで、ちょっと薄口醤油、ここで醤油を足すことによってこの香りもね、最後に醤油を入れた方が
この醤油の香りもこのお酒の香りもですね生きてきますので、あれだけ蒸すとですね最初のお酒はもうアルコール飛んでます。ですからこの今入れたもののこのお酒の香りと、まあ、アルコールですね、これは大人の味なんですよ。最後にお酒を入れないと酒蒸しの醍醐味にならない。まあもしも全然お酒飲めない方っていうのが分かってれば入れませんよ。でこの菊菜の青みですね、これをここにいっぱい温めまして、これで完成です。でお好みでちょっとポン酢をつけて召し上がってくださいということで、薬味ポン酢ですね、まあ、このまま食べた方が美味しい。スープにものすごくいい味が出てますので、どうぞ。いただきます。美味しい。美味しいです。無理やり言わしてるみたいな。この間お客さんに出したら、うん、この味は忘れられないって言って、また食べに来ますって言って、特にこう僕のもうお任せで大将の得意な料理を出してくれって言われたんですよ。すごい喜んでくれました。ブリを蒸す料理っていうのは今より昔の方が頻繁に食べられていたっていう感じですか？そうだね、結構ブリ、まあブリのかぶら蒸しとかね、ブリをベースにしていろいろ上にかけるものも変えていろんな料理ができるんですけども、まあ基本がこの酒蒸しですから、酒蒸しが上手にできたら、あとはこれをアレンジしていったら、いろんな蒸し方ができますよね。いや、すごい新鮮な気持ちです。いつもこっち側からなんで、ここに座るのも初めてなんで。将来この味をご自身で作られるようになると思うんですが、そうですね。いかがですか？こうカウンターで喜んでもらえるように、作りたいと思います。伝統を守りつつ、まあ、調整もしつつ、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう、まあ、ずっといい下駄の音がするなって思って、足元すごい高い下駄を履かれているんですけど、これは何か理由があるんですか？まずは足が冷えるんです、はい、で長いこと仕事するためには京都のこの地べたに足をくっつけた状態で仕事してると痛めます。膝とか腰を痛めます。それの予防のためにこの床をつけて歩いてる、床ごと歩いてるということですよね。それと私らは足が短いのでお客様のところに手が届かないんですよ。下駄を履いててもこの程度ですから、ここのものを取ろうとする、まあ開いた器があったりするとこう下げたりしますよね、はい、それをするためにはこの高さが必要なんです。もう一つ、このまな板、分厚いです。でもっと薄っぺらいまな板にすれば下駄はいらないんですけども、この厚みがあることによってお客様から手元が見えるんですね。ですからここで刃物骨切りをしたりとか、例えばおこぜをさばいたりとか、鯛の薄作りを切ったりとか、いろいろな作業をここでします。
それがお客様に見える高さに作ってあります。でその高さにここがおへそなんで、合わせると靴ではダメなんです。そのまあこれはまあ低くしたり高くしたりできるんですけども、うちのお客様からの目線としてはこの高さがいいんだろうということになってます。タンクマ北見製カウンターではですね、会話を楽しみながら、お好きな料理を選んで召し上がっていただけますので、ぜひとも お越しくださいませ。お待ち申し上げております。